はい、お疲れ様です。テーザン放送哲夫です。どうもお疲れ様です。えー、政府がですね、えー、各家庭、マスクを2枚配布するらしいですね。えー、僕のところにも、えー、2枚いきますね。まあ僕は一人暮らしなんで、まあ、2枚あれば、えーっとまあ、そこそこ持つのかなと思うんですが、えー、各世帯に、えー、っと2枚ずつ、ずつっていうか2枚。 えー、5人家族の場合は5人で2枚を使いますというこういうことになりますね。えー、まあ苦肉の策にも程がありますね。<laughs> あのー、笑っちゃいましたね。<laughs> <laughs> あのいいとか悪いとかあの助かるなとかあのそれはダメとかそういうあのご意見皆さんお持ちだと思うんですけれども、まあ、一応僕はあの政治によいあの文句とか不満は言わないというスタンスを取っているので、えー、とくれるというなら、えー、といただきますありがたくいただきますが、えー、とこの件に関してですねもう笑っちゃいましたね。 えーまあ、ここまであの、もう未曾有の大惨事というか、まあ、あの国家の一大事に、えー、首相が会見を開いて、えー、マスクを2枚配りますよ、はいえー、こういうことで日本って平和だなと、はい、このようにほのぼのした気持ちになりましたね、はいえーまあ、そんな感じであの、今朝ですね、ひげちゃんがあの生、 あの配信やってたんですよ。トラッカー系 YouTuber のヒゲちゃんっていう男がいるんですよ。あの、すごいたくさんご飯を食べる人なんですけど、<laughs> そんな紹介の仕方したら怒られちゃいますかね。はい。あの、丼がでかいんですよ。僕、あの、丼を見るだけで笑っちゃうんですよね。もう何食ってるかはちょっとどうでもいいんですよ。ヒゲちゃんのあの、丼の大きさがでかくて、こんなに食うんだ、この人っていうのでちょっと笑っちゃいますね、毎回。はい。まあちょっと余計な話が長くなったんで、ついでに相棒紹介しましょうか。はい。 ドドンこれ知ってますか皆さんウィルキンソンですねハイボール9はいこれをいただきたいと思いますおっ <laughs> あーき,きつい <laughs> 僕実はハイボールそんなに好きじゃないんですよあのウイスキーはウイスキーってあのウイスキーはそのまま飲みたい派なんで <laughs> うーんなるほど。これ、ハイボール好きの人の意見を聞きたいですね。はい。まあ、僕はもう買わないかな。ウィルキンソンは好きなんですけどね。はい。<laughs> 今日はですね、すいません。長々とあの前置きをしてしまいましたが、えっと、読書感想を文,文じゃないですね。読書感想を言いたいと思います。初ですね。これ、皆さん知ってますかドドン。これもドドンにしましょう。 トラックドライバーにも言わせて、はい。えっ、ー、と、まあ、りかし売れているらしいので、皆さん読んだ人もいるかもしれません。えっ、ー、と、橋本愛貴さんっていう、えっ、ー、と、まあ、ここに、えー、と写真が載ってますの、ね、で、この女性の方が書かれてる、まあ、トラックドライバーの、えー、と意見を代弁したような <laughs>、すいません、えー、本になっております。はい。で、あのー、僕、これ、一応読みまして、まあ、気になるところは、付箋をつけるの僕、癖なんで、これ、あんま気にしなくていいんですけど、 でこういう本って僕あの意外と読まないんですけどまあ一応あの情報発信してる身として一応読んでみようっていうことで読みました。 えー、それでこういうのって読む前からあの結構僕斜めから見ててあの絶対僕の方があの詳しく面白く、えー、文章を書けるよっていうなんかあの根拠のない自信が僕の中にあってどうせまた別に大したことない内容なんだろうっていうえっ、ー、と気持ちがもうそもそも僕の中にあるのでまあ、あんまり、えー、と読みたくなかったんですけども一応あの読んでみました、えー、読んでみたところですねえっ、ー、と とてもあの丁寧に書かれててこれあこれは僕には書けないなと <laughs>、はい、あの素直にあのちょっと負けを認めたというかですねあのきちんとあのちゃんとリサーチして、えー、と丁寧に、えー、と情報も集めて、えー、それで。 もう事細かにちゃんときちんと,、えー、と正しい情報を書いてるなと、はい。とてもいい本ですね。で、これ、運転手向けというよりは、えーと、運転手やったことない一般の方に読んでほしいです。これはですね、本当にあのぜひ読んでほしいなと思います、この本、えーと。運転手、トラックに乗ったことない人、それとですね、本当にあの免許を持ってない人。 車の免許を持ってないっていう人でもやっぱりあの道を歩きますし、えー、と買い物も行くと思います。自転車にも乗ると思います。えー、そういう人にこそぜひ読んでほしい本です、これは、はい。トラックのドライバーが、えー、と何を考え、えー、どういう動きをするのか、そしてトラックという乗り物は、えー、とどういう乗り物なのか、どういう挙動をするのか、そしてお互い、えー、とトラックとトラックの外にいる歩行者なり自転車なりの、えー、と温度差みたいな、はい、あの気持ちの温度差みたいなことをわりかしこ 丁寧に綴ってあるので、これはですねぜひあの運転手ではなく運転手をやったことない人、まあ免許を持ってない人、はいそういう人にぜひとも呼んでほしい、すごくあのおすすめの一冊になりました。はいあのー 読んでででてうわ面白なっていいななっう感じではないですこれ別にあのけなしてるわけではなくてえそういう類の本ではありませんえっ、ー、と事実を淡々と,、えー、とリサーチして、えー、と書いてるとでこの方自身もトラックに乗ってらっしゃったようなんですがえっ、ー、とその自分がトラックに乗ってた情報は <laughs> 正直言いますけど古いですはい <laughs> そしてですねあ、まあ、あのこれ読めばわかるんであんまり内容を言うと怒られちゃうんですけど <laughs> えー、とどこかの運送会社に所属してトラックに乗ってらっしゃったわけではなく、えー、と自分の会社で工場をやってらっしゃってその工場に、えー、4トントラックがあって、えー、そこの、えー、とトラックに乗って、まあ、あの配達に出ていたと、はい、そういうことらしいですねなので、えーまあ、運送会社に所属して、えー、運送屋として運転手をやっていたわけではないとこういうことなので、えー、若干僕たち、えー、トラックドライバー側から言いたいことと若干のズレはあります。 はいこれは別にこの人が悪いわけではなくこの本がダメっていうわけではなくこの本は本当に素晴らしくいいよくできた本で面白いですただ、えー、と若干の、えー、とズレがあるな気持ちのズレがあるなっていうことは正直感じましたはい、えー、それはですねもうあのはっきり言うと <laughs> この本の一番ダメなところ運転手が読んで一番ダメだなって思うところを言いますはい 今まで散々褒めましたからね、はいあの。間違いなくこの本はいい本だと思います。皆さんに読んでほしいなとお勧すすめします。ただ、えっと、褒めちぎるだけだと面白くないので、えっと、ダメなところを言いますね。はい、この本のダメなところはお金の話が全く出てこないことです。はい、これが非常にあのもやもやして最後まで、えっと、いつ出てくるんだろうと思って読んで、そして結局最後まで出てこないっていう、えっと、これが僕は非常に納得のいかない点です。 やっぱり運転手を語る、そして昨今の運転手事情、トラック事情を語るにつけたは、やっぱりあのお金の話はどうしたって切っても切れない話なんですよ。これやっっぱりり、えー、長時間労働であったりとか、 あとはあの荷主と,、えー、と運送会社の関係であったりとか、まあ、あのいろんな問題たくさん問題たくさんあるんですけれども、えー、とそういうことは事細かに、えー、とリサーチされたりとかして、えー、とあとはデータ引っ張ってきてちゃんと説明されててすごくいいんですけれどもそこにお金の話が全く絡んでこないんですよ。お金の話が絡まないそういうことはですねあの僕たちが見ればいやだからそこはお金なんだよっていう地べったさがあの読んでてずっとあるんですよね。 なので、これはあの、最後まで全部読んで、えー、とあえてお金の話を、えー、と入れなかったんじゃないかなって、あの僕は正直に思いました。えー、と多分運転手に、うん、たくさんリサーチして、そしてあのこの方、ツイッターであの情報収集もしてらっしゃって、まあ、僕もツイッターやってるんで、えー、橋本さんがこういう案件についてはどういうお考えか聞かせてくださいみたいな、えー、とツイッターが、えーまあ、ちょいちょい上がってるのは僕も知ってました。 はい、なのであの結構こまめにリサーチされてそしてあの結構運転手さん実際にも会って話を聞いてるっていう、えっとまあ、らしいですねそれなんで、えっと、絶対お金の話は出てきてるはずなんですよえっとツイッターでも直に運転手さんに会ってこういう、まあ、例えばお金に全然関係ない話であっても聞けば必ずお金の話が出てくるはずなんですよただこの本には一切お金の話出てきてないっていうことは えっと、あえて意識的にお金の話を避けたんじゃないかなって思うんです。ただですね、避けたっていうのはなぜなのかが分かんないんです。なぜお金の話をあえてここまで、ここまでページ数がある本で、で、事細かにここまで説明しておいて、なぜお金の話を入れなかったのかっていうのが、ひあの、非常にちょっとあの、不思議ですね。はい。そこを、あのー、深掘りしなければ、結局、え、ただの現状を。 あの語っっただけの本になってしまうんですよこれからの改善策とかあのどういう考えを持ってこれから仕事をしていけばいいこれから職探しをしていけばいいとか、えー、そういうことはですね出発点そして最終的な着地点はどっちもお金なんですよ。それを省くっていうのはちょっとあの僕には理解できないですね。はい、なので、えー、とこれもしかしたら第2弾を考えて。 えとお金の話をあえてしなかったのかなとあの僕はちょっとそう邪推したんですけれども、えー、ともし橋本さん多分見てないと思いますけれども見てるんだったら、えー、となんかコメントいただけるとすごく嬉しいですねなぜ意識的にお金の話を外したのか例えばですねじゃあそんなこと言うんだったらお前が書いてみろよっていうご意見あのたくさん来ると思いますたくさん来ると思うのでじゃあ書いてもいいですあの僕はあの面白くもっとあの細かく精密には書けないですただ面白、えー 面白く、えっと、闇の部分であったりお金の部分であったり、えっと、そういうことは1、えっと、冊の本になるぐらいの知識を持っていてそして書く技術も持っているつもりですなので書けと言われれば書けますが別にオファーがないので、えっと、別に書いてもただの日記になってしまいますただですね僕が仮に書くとしたらお金の話が、えっと、ほぼほぼメインになると思います、えーまあ、メインというか例えば1冊の本があって半分とまでは言いませんけども3分の1ぐらいは、えっと、お金 収入、えー。過去はあのー 運送会社ではどういう収入形態でどのぐらいのお金を取っていて今,今どうなってそしてこれからどうなるのかそしてこれからえたくさん収入を得るにはどうすればいいのかどういう働き方がいいのかどういうお金のもらい方がいいのかこれを詳細に書きたいなと思いますそこが、えー、とこういう本の肝になると思います僕が書く場合はそこが絶対にあのポイントになるのでそこは外せないと思いますね、はい、なのでこれはすごく面白くていい本なのでぜひ運転手さんと、まあ、運転手以外 あの全然免許を持ってないとかあの乗用車しか運転したことありませんよとかトラックのこと知りたいよっていう人にはぜひ読んでいただきたい一冊ですすごくおすすめですはいただ運転手さん長年ドライバーをやってて、えー、と業界でベテランと呼ばれるぐらいの運転手さんにとってはあの当然みたいなことが書いてありますのでそこでなぜお金の話が出ないんだとモヤモヤする本ですはい正直に言いましたはいどうも、えー、と本日はそんな感じですこれでもあの おすすめですよ。本当にあの読んでほしいなと思いますね。はい。えー、本日ですね、ちょっと変わったネタで1本撮りました。えー、以上ですね、テーザー放送、鉄道でした。どうも、えー、皆さんありがとうございます。橋本さんどうもありがとうございます。はい、ごきげんよう。